賞をもらったらね、絵が高くなる。価値を持つという国はないわけ。勲章とは、つまり国家権力だ。超苦労とになり、超素人になり、超人間になって立派な絵を描かなきゃいけないなんて考えた途端にも絶対に立派な絵なんかできこないですよ。してやろうという石の方が強かったと思うんですよ。人間をね、はい、描こうとしてる、それはやっぱり強くこっちに感じましたね。そしてね、正義さんのがボーンとあってね、うん、買ってるんだよね、そういう世界の画家に。どんなところを歩いてどういうものを描きたかったのか、何を描こうとしてたのかっていうことがそこに行ったら分かるかなっていう。